というわけで、つばさチャンネルのリッタつばさです。よろしくお願いいたします。なんかギルド大会が始まるとさ、はい、まあなんか始まる前とかさ、うん、まあ途中報告とかでさ、はいはいはい、まあ人数ごとにギルド名をつら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 と掲げてやってくれてる人っているじゃない。 ありますね。僕が最初見た時はこの人すごいなんか、はい、ね、無駄なことを一生懸命やってんなと思ったんですよ。まあ、無駄な有益なこと、はい、本人にとっては無駄な有益、まあね、うん、これはディスってないですよ。そうですね、はい、別に、はい、得がないのに、はい、みんなのためにやってくれてんなと思ったんですよ。はいはいはい、うん、まあでもほら、何番なんて最近出場メンバー少ないから乗ることないんだけど。はぁ、そうですね。でもね、それが最近なんか、はい、被り始めてて。被る？被るんですよ。なんか別のやつも同じことをやってて。そのまとめみたいな。うん、はいはい。こういうのどうなんって僕は思っちゃったの。どうなん？一番最初にこの人やったなと思ったら、そこは遠慮するもんじゃねえのかな。はい、そいつが何かって言うと、なんか前に一回つばさチャンネルでわけわかんないコメントしたやつなんですよ。あ、そうなの？何ばいつと思ったやつ。嫌いじゃん。当たり前のようにやってんだよ、はい。まずそもそも字が小さくて読めねえんだよ。字がちっちゃい。ちっちゃいな、これ。だからもう、はい、携帯で一回スクショしてから伸ばせよ系なのかな、まあね、こうしてみろってことね。そうそうそう、はいはいはい、見えねえんだから。そんなちっちゃくやってた。そう、でもこういうなんか被りをやるのってね、最初にやった人からするとさ、えとかなって、下手したらその最初の人が辞めちゃうような、そうですね、やるようなっつったよぐらいにね、まあ、なっちゃうんじゃねえかなって。しっかりパクったわけですね。僕だったら絶対空気を読んで絶対やらないけどね。それか協力しますよ集計にぐらいの。ああちょっとだから自分がしたやっぱ頭おかしいんだなそこに行き着くんだ。誰とは言わねえけど、もう言ってるようなもんだよね。あ、まあ分かる人には分かると。そうそうそう、はいはい、まあね、一番先いろんなやつがいるな。そう、うん、そう、それに尽きるよ本当に、うん、はい、僕はほらツイッター上では揉めることはないから、はい、そうです、全部ここで言いますから。まあ、それも別にあのいいとは言わないけど、もう別にまあだからいいってわけじゃないんだけど、そうそう、はい、ツイッターのトラブルはごめんだから、ね、めんどくせえ。まあなんか遠回しに結局こことツイッターで絡んでるだけだと思うんだけど、うん、はい。だからほらパパンティもさ、うん、本日の結果って出した時に、まあ、検証をこっちはかけてるんだから、はい、さらしてもいいんじゃねえかって言ってたけど、そうですね、うるせえやつが出てくるからリプしてましたね。そう、うるせえのがって湧くのよ本当に、まあね、きめえのが。だからまあ、先にやっとくにね、越したことはねえな。まあね、そこでなんかきめえのが湧いてくるとまたイラッとしちゃうからさここの一本の歌にはなるんだけどさまあこっちが勝手にやってる検証だからね。そうそうそう、でもなんか思ったのはね、はい、だいぶそういう目で見られてんなと思った。どういうこと？あんまりこいつに絡むともう完全に丸々一本ネタにされるよなという、うん、そういう傾向あれが出てるんじゃねえかな、傾向。針のむしろじゃないか、うん、なんかそう思うんだけどね。いいのそれは。いいんじゃないの。いいんだ、うん、触れられない翼チャンネルが見られりゃいいんじゃないの。親しみやすいとかじゃないの、うん、ディスが好きな人がいるんだから。いやまあね、しょうがない、待ってる人がいるんだから、ね、待ってますっていう人もいるでしょ。だって表にはしないでしょ。そう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 まあまあね、はいはい。これはそういう動画だったんですか。いや、そういうわけじゃない。あ、違うんだ、これ冒頭。まあなんかほら、月曜日になると相変わらずさ、うん、討議の結果だとかさ、はいはいはい、なんだとか言ってるけどもさ、まあなんだ今、レジェンドのほら、うん、何十位まで行くといい称号がもらえるんだっけ。20、難決とかですよね。なんだっけ。そうそうそう、はい、まあ、50とか20とかいろいろあるでしょ、まあ、はいはい、まあなんか境目があるんだよね、はい、よく切断魔がツイートしてんなと思ったよ。へぇ、切断魔が、うん、ツイート、切断魔がなんか何位になれましたとかよく言ってんなと思って。はあ、そんなどの面下げて言ってんのかな。切断魔が、切断魔。へえ、翼くんさ、負けるたんびに切断しててさ、うん、何位になれましたとか言える。言えない。言えねえの。僕にはそれ勇気もないからさ、やるんでしょ普通は。まあ、だってその自慢したいんだったら切断なんかしないですから。しかもフェアプレーがどうこう言ってるんだよ。そんなことがある、ね、何を抜かしてんの。やっぱ最高に頭いかれてんなと思いました。そんな人物がいるんですか。まあ、頭おかしい本当に。大変だね。タクトミンはそのくくっちゃうと主語がでかいから。タクトミンは頭おかしい。いいタクトミンもいるんだから。いいタクトミーの方が自分も含めてってことにしておきますよ。あ、タクトミー頭おかしいんだよ。だから 100% ね。そう、自分たちも含めて自分を棚に上げるやつが多すぎるから ね、 ね。まあ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 、ね、まあ、そうびっくりしたんだよ。切断魔でもこんなねツイートするんだ。でもってことはその、それ以前だよお前っていう。切断魔さん的には、うん、切断はフェアのうちってことじゃないのかね。わかんないけどさ。なるほどね。あんだけ切断の問題先週だから先生だからあれしたよね。なんかね、やたらね、やりましたね。なんか急にブームになった切断が。急にね、本当に今始まったことじゃねえのにぐらいね。いいか悪いかのと始まってましたね、うん、なんでかびっくりしましたけど、うん、はい。でですよ、はい、まあ、でですよ、タクトのネタなんだけどさ、はい、まあ、PVP がね、はい、まあ、メインコンテンツじゃないですか今。まあうん、それが一番、まあ、にもかかわらず、うん、PVP をなんとかしようという気持ちが全然ないのね、運営さん側ね。で、面白いのは今回の PVP のウェイトが230っていう、うん、これだけでテコ入れしましたと言いたげなようにね、新しいウェイトだよっつって、うん、そんなもんどうでもいいのよそうですね、求めてるんだったらね、23って何、初
初めて見ましたよ。ねえ、だったら無制限やってみたらどう？ねえ、ちょっと本当に思っちゃうんだけど、ね、1回ぐらいね、そういうのやってみてみる。 PVP はないんだよね。個人闘技は無制限やるにもかかわらず、なぜか PVP は無制限をやらないと。でね、まあじゃあ無制限をやるとどういうことになるかね、これは無課金未課金にとってきちいでしょうと思ってんだったら、そもそもこんなガチャ出してんじゃねえよって話ですよね。そうですね、おかしいのよ、やってることが。そんな PVP ガチャ出さなければ無課金未課金は苦しいわけないんだからと、はい、でも本当になんつうのかな、これで行こうとしてんだったらやっぱさ、ある程度盛り上げなきゃいけないだろうし、うん、もうそもそも人数がさらに減ってるわけですね、人口ね、うん、だからもうこの称号だとかも、はい、ちょっと考え直さないといけないんじゃないかって局面に来てるのよ、称号。そう、はい、1位から何位とかやらないで、もうなんつうかもう、うん、明確に分けちゃっていいんじゃねえかなってぐらいに分ける、うん、なんかストレスに感じるって言うわけじゃん、上の方の人間って。そうですね、はい、だったらもうレジェンドはレジェンド、マスターはマスターだけでよかったんじゃないか。ああ、まずその順位付けはもう、そう、それかもっと細かくやるか、はいはい、どっちかなんですよ。1、2、3、4位とかね。そうそうそう、はいはいはい、なんか何位から何位までみたいな。だってもうマスターが5でいいんだもん。まあそうですね、1も5も一緒なんだよ。確かに、はい、マスター5まで上がったらもうやめるっていう。そう、だから今すごく多いでしょ、マスター5、これで予定終了って言ってる人が、はい、います、います、はい、ねえ、よく見るよ。もう1に行く必要ないんだから、無駄、コインがいらねえと思えばね、そこでもだからなんか、まあ、こういうのも全て下手だな。だからこれは個人闘技にもつながりますよ、うん、はいはいはい、銀トロが機能してないっていうね、うん、あれは何なの。そう、これもだからノーです、金トロ、はい、ワンデス銀にすればいいだけなんです、うん、ポイントじゃなくて、ツーデスが金、あの銅にすれば、もうこれしかないのよ。もうこういう状況になってても一向に買えないでしょ。まあそうですね、幻の銀トロになってるんですよ、あれ。本当に今からの人は絶対銀トロ手にするの無理でしょう。もうこれ今の状況だったら、どんなに金を20連覇とかやっても銀取れねえ、なんか気持ち悪くないかっていうね。そうですね、コンプできないんだから、銀だけゼロってね、うん、なんかなーってなっちゃう、そうなっちゃう、うん、だからなんかもう全てにおいて本当にこの運営の仕方が下手とか言うんじゃなくて、うんうんうん、ゲームの面白さというものに気づいてないっていうかね。あ、こんなもん例えばツイッターなんか眺めてりゃね、はい、ああユーザーがこういうこと求めてんだなって分かるんですよ大体、まあ、みんな要望ね、大体不満言ってんだから、はい、基本で。それはそこを直していきゃいいの、よくしていきゃいいの、うん、それを全然しないでしょ、うん、でガチャばっか出してさ、うん、で何にも PVP 手こ入れしないでしょ、うん、で人数が今減ってるにもかかわらずずっと同じことやってるでしょ、はい、そろそろやんないと結構いいじゃないか、ね、メインコンテンツですよ。まあ PVP は本当にね、それで収益出したいっていう感じが見えますからね。まさかこれ PVP がメインコンテンツじゃないとか思ってんのかな、この上は。もしかしたら高難度が一番と思ってる可能性はありますけど。でも今もうなんかなんつうのかな、ナウテのプログラマーみたいなのがいねえから、めっちゃ難しいの作れなくて簡単になっちゃった。そうですね、うん、とかね。まああと例えば開花ですよ、はい、開花もみんなこれ同じこと言ってるのは宿題って言って、うん、ね、やりたくねえんだよ。だからもう月末までにやらないと。そうだからもう降格制度なくていいじゃん。いや、そう、それは本当に思いますわ、はい、ね、やりたい人だけが同じとこ何度もやってもいいと、ね、ただそれだけでさ、うん、なんでわざわざ戻されて、うんうん、もう一回なんかみんなね、いやいややってんのっていう話なのね。あれは謎でございます。そう、こういうのもだからおかしいだろっていう話で、うん、楽しいものがゼロなそうだな、ね、だから前も言いましたけど、唯一レジェンドでまあ何位以内やめようと思ってる、はいはい、この人たちだけが楽しんでる。でも半分はストレスに感じてる。そうですね、はい、でもまあ僕は言いましたね、それは楽しんでんだよ。まあね、それも言ってました。文句言いなさんだ、はいはいはい、団長カンデタンマンも同じですよ。だから、あ、そうなんだ。そうだよ、はいはい、これは同じよ。毎回レジェンドがどうたらって言ってんだったら楽しんでるな。不安ではね、携帯回路やっても そこだけよ。今日もアプリ落ちてましたからね。くそせよ本当に。あれはすごい、相手のことを考える。まあこっちはいい。団長への麻雀で3人おっせえやつがいて、その中に入ってみると嫌だろ。まあ確かにね、それだけで時間食っちゃいますからね。多いのと、はいはいはい、人のことも考える。まあね、うん、これは対人戦なので、何にしてももう100人未満ですよ、うん、本当に、うん、そのしっかり楽しいって、そう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 、はいはい、これは終わってんだろうな。まあね、本当に今マジの意味で高難度、もしくはイベントが楽しくてしょうがないですっていう人が、うん、いないで、あのね、の多分唯一始めたばかりの人が楽しいと思う。ああ、そうですね。まだストーリーいっぱいあるからね。まあ、これがね、やっぱね、楽しい。僕も言いましたよね、このストーリーで、うん、話を読むのも好きだ。はいはいはい、こういうとこ楽しんでる人たちは、まあ、まだウキウキですよ、いっぱいあるから。まだあと100巻分あるわぐらいの、そうそうそう、漫画で言う。これは面白いと思う。はいはい、で、レベルをゆっくり上げながら。そうですね。なんならこの子がマックスになるまでは次の章をやらないとかね。もうマイペースの遊び方。はいはいはい、これなら楽しい、うん、でガチャもしないんで、うん、そうですね、もう追憶もいっぱい揃ってるわけだから。そう、確かに配布キャラやるとこすごいよ。だから本当にクエストクリア型の楽しみ方をしてる人は、はいはい、新規がいい。
新規が一番楽しい。新規無課金。そう、はいはい、それ以外はもう何も楽しくないから。まあそう、ね、ないんだもんね、なかなかね。じゃあこれ本当に差し押してみましたと、はい、タクト何が楽しかったですか。ないんだ。いや、点々点で終わっちゃうんだ。ない。思い出は確かに、まあギルドでなんかみんなと知り合えたからねぐらいですよ。でもこれはゲームじゃねえの。そうですね、掲示板で遊んでるみたいなんですね。ほんでまた思い出して、ギルドが思い出したけど、ギルドの中も放置しまくってるでしょ、うん、あれどうすんの本当に。いや、これあれはやばいよ。もうね、これをやる会社にろくな会社なんかねえのよなんつうのかな、やりきろうという気がなくて、もう形だけ作っちゃったら、うん、もうオートでいいやぐらいの、もうだから運はオートなんですよ、はいはいはい、ああね、ずっとオートなの、もう今、はいはいはい、手動じゃないんだ。そう、はい、もうだからなんだろう、オートを押されていつものルーティンを一人二人のスタッフがやって、でも帰っちゃってる。だからもう2時ぐらいには帰ってるよ、もう早っ。会社めっちゃいい仕事だよ、ね、朝は適当、はい、でもだから10時ぐらいになったら集まんのかなでもうすぐ昼食うのまあもう来た瞬間に、ほんで2時間ぐらい何かしてもう帰っちゃう。お疲れ様でした。なんならもう現場にも来ない、会社にも来ないかもしれないしね、リモートでいいね、コロナだからね。ペーミングの本社なんて形だけで中人いないかもしれないし、空白あり得るよ、それは本当に無人か、本当にあり得るってことは、ペーミングの前でデモしても誰も出てこない。おかしいからね、やっぱ会社としてね。なるほど。なんなのこの放置っぷりはっていうぐらいにね。本当タクトに人員割いてないんですかね。うん、だって前に言ったけど、簡単な古文のあそこら辺のものも全部放置してるでしょ。高難度と言われてた。だったら消しちゃえばいいのにと本当に思うしね。まあね、残してる意味あんまないですよね、うん、混乱しちゃいますかね、初心者。そう、はい、何これってなるでしょ、うん、キングスライムとかカンタラコムとか、あのあたりは続けざまに出てきたのにさ、ピタッと止まったら3個ぐらいで終わってますよね、うん、ああいうのもなんか置いてるだけで恥ずかしいなと思うしさ。あで毎回悲しげにさ、はい、ギルドのレベルが上がりましたとか、そこまでは一応プログラムしてたんだろうなっていうね。だけど中を作り上げるのがもうめんどくさくなっちゃって、うん、かそこの担当だけで任されてた時給1000円の男たちが辞めてしまったかもしれないね。これなんか僕当初はランマン弾が早すぎて追いついてないんだと思ってたんですよ、うん、あまりにもこの課金ペース想像してなかったと思ったんですけど、さすがに2年経つと、うん、もうほったらかしにしてるだけだよ。そうそう、もう1年動いてないんだから、ほとんど1年か、うん、それはさすがにですよね。これはここだけで雇ったなんかね、ああ外注だったのかな。シムシティが好きなようなやつをやってたんだよ、多分そこだけはワクワクでやったんだ。そう、それが抜けちゃったんですよ。なるほどね。まあいいやってなっちゃうと、スタッフさんが足りてないね。そう、そういうことよ。だからもう本当にやってることがグダグダすぎちゃってさ、はい、なんかもうイラつきも通り越して呆れて、うん、これがだからドラグネさん状態でしょ。いや、ドラグネさん状態ですよ。そうこれドラグネさん状態。これは完全にもう最後まで行った人の感じだからね、はいはいはい、こうなっちゃうの。なるほどね。もうイラつかないよと、エーミングだからこれで終わっちゃう、そこの一言に尽きるわけ。仕方がないで終わっちゃう。そう、はいはいはい。だから本当にこれは3周年で何かをもうガラッと変えないと、新しいイベントとかうんぬんじゃない、うん、まず今この状態をなんとか一気にリニューアルしないことには、まあ今年差し入れこれはもう確実、もしくはこの3周年イベント終了と同時に告知が出る。ああ、はいはい、うん、ここで最後新回収して、か3周年イベント始まりましたと同時に写真しますの告知も一緒に出てるやつ、あのプレミアム公開で。そうこんな感じがもう目に見える、まあね、本当にありえますからね。そう、僕はもう本当に今年写真にベットしてますから、おうおう、大量にベットしてるから。かなりじゃあこれもうすでに始まってるよ、これみんなで賭けが。あ、やばいよこれ。エーミングが潰れるかどうかの賭けが始まってるからね。今どっちの方が高いんですかね、大津は。圧倒的にもう差し入れ倒産そっちに倒産まで行っちゃった。倒産エーミング倒産、新しいゲームやってる。もう後々は倒産まで行ってなるほどね。エーミングすらも中身がどんどん入れ替わった状態でやってるから、しかも形がねえのと一緒だ。なんかもう1、2ヶ月でメンバー全員違うから、テセウスの船みたいになってる。そう、そんな感じよ、本当に常にスカウトしてんだそういうことよ。もう元メンバー誰もいねえんだ。そうだからガチャばっか出してスカウトっていうのは、そういうことだ。確かにできますからね。もう本当にこれはね、3周年っていうのはいよいよとかそういう問題じゃないよという、逆に試されちゃってるっていう、ね、こっちが、うん、運営側がね、あ、そっちね、うん、結構悲しい状態になってるなっていう、まあ、今回そういう動画です。いや、昨日は楽しいところを発表したかと思えば、うん、一変して、そうそう、僕は文句でした。バカすぎちゃって、ね、これで、はい、ありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。